クリフォード・クリフ・ウィリアム・ジョーンズはウェールズ・スウォンジー出身の元サッカー選手。ポジションはウィンガー。1952年17歳の時に地元のチームであるスウォンジーシティ AFC と契約。兄のブリン・ジョーンズと共にチームの主力選手として活躍し、公式戦通算193試合に出場54得点を記録した。 1958年2月にトッテナムホットスパー FC に当時のクラブレコードとなる3万5000ポンドの移籍金で加入した。移籍してすぐは満足のいくパフォーマンスを見せられず、怪我で離脱も経験したが、1958年12月に復帰してからはビル・ニコルソンの下でチームの中心選手として活躍。1959から60シーズンは、 リーグ全試合に出場すると25ゴールを決める活躍を見せた。1960から61シーズンには、ボビー・スミス、レス・アレンにつく19ゴールを記録し、リーグ優勝、FA カップ優勝のダブル達成に貢献。1962年の FA カップ連覇にも貢献。同年、ユベントス FC から、当時の世界記録となる12万5000ポンドの遺跡金で、 オファーが舞い込んだが、クラブはこのオファーを断った。その後、1962から63シーズンの UEFA カップヴィーナーズカップ制覇、1966から67シーズンの FA カップ優勝に貢献した。トッテナムでは通算378試合に出場し、159ゴールを記録した。この記録は二千十九年一月にハリー・ケインに抜かれるまで、 ジミー・グリーブス、ボビー・スミス、マーティン・チバースに次歴代4位の記録だった。1954年からサッカーウェールズ代表に選出。1958フィーファワールドカップ予選の大陸間、プレーオフでゴールを決める活躍を見せ、ウェールズのワールドカップ本戦初出場に貢献した。本戦では5試合、全試合に出場し、ベスト8進出に貢献した。 父のアイバー・ジョーンズもサッカー選手のほか、叔父の書に、エムリン、ブリン、バートもサッカー選手。また兄のブリン、重低のンもサッカー選手というサッカー家系の出身である。孫のスコット・ニールソンも元サッカー選手。同じく孫のマットウェルズは、フラム FC のコーチを務めている。ありがとうございます。